蚊が媒介するジカウイルスがアメリカ大陸を中心に感染が広がっています。妊婦の感染による胎児の小凍傷が指摘されており、これまでにブラジルではジカウイルスの感染により、頭が小さい小凍傷の幼児が数千人生まれました。ブラジルのルセフ大統領は、ブラジル政府と社会は責任を持ってジカウイルスに対抗すべきだと示しました。アメリカ当局は、ジカウイルスに関する情報を公開して、感染のリスクを下げる対策を取っています。Mosquito can produce up to 500 eggs in her lifetime. So that's 500 more mosquitoes coming into the world. But if she mates with one of ours, she will produce no viable offspring.